今年は恒例の門松作りをやりたいと思います。はい、今年はじゃねえな、今年も今年も、はい、今年もやけど何視点差し迫っちゃうなもうバタバタやわいやーでもその竹が大きいわな。これ竹取ってきた。すげえ妄想妄想。明日ですね、はい、ファミリーさんが、うん、豊田部さんのツアーでミニ門松作りに来ていただくんで、見本として、はいはい、私が1個、はい、サンプルを作ろうと思いまして、はいはい、やりましょうもう顔が全然、何がサンプルかみたいなどこからやるんですか。切るとこからな。そう、切るとこから生投げ動画になるなやりましょう。はい、はい、じゃあ右に門松作りやっていきます。もうちょっとなんかこう明るく言わんかよ。明るいわい。なんかあれやった、暗かった。ちょっと暗かった。ちょっと今ネガティブな感じがしたな。そうな、うん、あもう年末に年末にバタバタ正直もうあれもせないかん、これもせないかん。そうやな、うん、はい、じゃあ始めましょうか。はい、門松を作りましょう、はい、こんな感じ。カミカミ。もう捨てるやつやけん、うん、この捨てるところを使いましょう。はい、ズバッと切ります。よろしいですか。うん、うん、それ考えて切った方がいいよ。例えばちょっと高めのにするんやったら下を高くしちょかんと。うん、ああまあまあ、そんなこれぐらいでしょうか。うん。な。はい。はい。養生。あら、養生かな。でもちょっと前傾な感じ、前に傾いた感じやけんちょうどいいんだね。養生かな、ちょっと養生な、うん、養生な。まあよかろう。ここまっすぐのタイプと、うん、斜めのタイプとどっちしようか、うん、斜めがいいかな。斜め、うん、できたいな。いいやね、これもうできたよ。なんかかぐや姫が出てきそうやな。あ、うん、養生いいわ。なんかそうしたら養生感が目立たん。ちょっとここがこうあなんか磨くかさんだね。それこそあのちくらくんの時に、うん、このカット45度やったら綺麗に見える。そうやな、ちょっとな、うん、うん、ちゃん、うん、古川さん、ひなちゃん、気になるな。何しよう、何しようかな。見てみ、ちら、ちら、ひなちゃん、ちら、ちら。よし、これ削るわ、うん、これな、うん、綺麗だったよ、はい、ちょっとトゲトゲ出ちゃうな。うん、あとはサンダー、手でゴシゴシ、うん、ここでいけるわ、うんうん、これでやってもいいし、手でこれいいわ、うん、ほら、あ、いいわ、綺麗になるわな、うん、竹も綺麗になる、うん、竹も綺麗になる、うん、これいいな。小さい竹、はい、小さい竹、よいしょ、これとこれとこれいいんやね。
方で、うん、まあ、うん、お子さんもこれ斜めいけねえの、斜め難しいじゃない。でもそれこそ斜めじゃねえと意味がねえよ。うん、そうやな、うん、ちょっとやって、 手が危ねえな。手の子でいこうか。去年手の子やったよ。手の子やった、うん、いや違う違う、なんでやって切ってあげたんや。そこはこっちが切ってあげた。うん、それでガーンって切ってあげた気がする。本当、こうして これな、もしかして、うん、なんかこの刃やったらいいかもしれんな。何それ。鉄鋼用の刃やったら切って、これ刃かな。あ、目が当てて、ね、やってみよう。こう投げまましたらやりやすいやね。うん、なおことよ、投げまんまな、うん、お、行ったぞ、行った。ちょっともうちょっととんきらかしたいな、これ。まあいいんじゃね、かつまつ的にはな、うん、じゃ知らんです。じゃこうよな、やっぱりだいぶ斜めにしたいよな、うん、限界なのか。ちょっとシャープになった。よっしゃ。去年いろいろ買い揃えたよな、こうやって。うん。去年相当楽しんでもらったもんな。そうそう。やり方も楽しかった。楽しかった。やり方も楽しかった。あ、やっぱこれこっちがいいんかな。これで紙でするか、うんうんうん、こう紙中か、こう布でな、ヤスリで。おお、綺麗になった、綺麗になった、うんうん、ちょっとこれトゲトゲ出たな、うん、いいわな、うん、な、うん、こうあら、いいわい、ほら、うん、それを紐で一回言われんときな。そうやな、うん、紐でな、オッケー、入れろ、待つ、うん、うん、いるいる、あ、ちょっと逆こうか、はいはいはい、待つ、はい、高枝切りばさみ使い方うまいだよ、俺カボスで来たいでしょうね、来たいでしょうね、子供たち喜ぶかも、うん、よっしゃ、まず取れた、はい、食材はこれになります、食材、食材の材料松、食べるんじゃねえ、食べるんじゃねえで、必要な、はい、松とローバイです、ローバイ、ローバイいいね、うん、なん、うん、この時期本当、うん、それとこれがあの難点じゃなくて、うん、何だったっけ、千両、千両かな、うん、難点もあるんやけど、千両、うん、とカボス、うん、こういいぐらいの玉のカボス、いいところがつけました、じゃあちょっとこれきびろ、はい、きびっちかな、はい、とりあえずこう適当にこうきびっち、うん、後で揃えるいいけん、そうやね、うん、あれじゃん、これを向きをこれを整えればいいな、こうやって、うん、でこうやろ、うん、うん、石を入れましょう、はい、周りに入れて、高級やなこれ、ああ、こんな感じでローバイ
こういうセンスがダメなんよ、うん、こういうセンスが生け花系ちょっと長いかもね。うん、そうやな。上を切るか下を切るか。うん、下を切ろう。これを使おう、うん、あ、そうすると石を入れる前にこれを刺してた方がよかったいやいや、どっちでもいいと思うけど。そう、うん、石を少しどけてとか、うん、うん、そうやな、うん、こっち向いてそっちでしかやった方がいい。出来上がってこっちでいいわ。そうじゃない、うん、じゃないとよっぽど高尚な人じゃないとできんで。狩矢崎先生でも難しいから、うん、狩矢崎先生、あ、これは狩矢崎先生になった気分になるなセンスが、センスなんでも、うん、それセンスの問題っていうか、まあまあ自由でいいんじゃないかな、うん、自由でいいですか、うん、いいと思います。なんかやっぱおかしいわ、品が悪いわ。良くなった、良くなったけど、うん、やっぱここはこれはいい。なるほど。おお、はい、さっきと感じが変わった。あったろ。うん、いいと思いますよ。な、はい。で、ちょっと仕上げにこれを使ってください。仕上げに水引き。うん。ちょっと小さい小砂利を。じゃあ小砂利の連結にかって。ちょっと入れましょう。はい。周りに。これはいいよ。楽しいやろ。うん、だって自分の門松やもんね、うん、ミニ門松、うん、はい、カボスカンパニーの門松です。はい、社長作、はい、社長作、はい、はい、じゃあリーダー、リーダー、これリーダー、はい、下まで行きました。はい、どうもどうも、はい、はい、はい、はなちゃん、はなちゃん、はい、はなちゃん、じゃんけん、じゃんけん、ぷいパーです。できました。じゃあこれで明日ファミリーの方がカボスカンパーに来ていただいてミニ門松作りをするという、明日の企画でございます。いいね、すごくいいわ、誰か誘ってきといわ。来年もやるかな。だってまだまだ。絶対だ。はい、オッケーです。はい、ありがとう。バイバイ。はい、待って、順番。まだあるからね。すごい。安定やな。うまいね、もういいかもね、そろそろ。もう触ってないから。そしたら触ってなくて、ごめんなさい、ママたちに分けて、はい、分けますね。チュリティ、はい、チュリティです。じゃあこっち来よう。ねえ食べたい、ねえねえちょっと待って食べたいわな食べたいわな、うるさくするだから参考生に行くしかないよ、ね。ありがとう。ここ無理だから丸まらない。こここれやってみてもらっていいよ。腰入れて、腰入れて。いいじゃん、息ぴったしじゃん。みこ。かわいい。じゃあいいですか。はい。やりたい。ちょっと待って。もう食べる文字じゃないよ。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 食べる文字じちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、OK、はい、はい、ほら見て、よいしょ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、音は全然違うな、細と細やし、ね、あ、これは無理、ちょっと待って、あ、違う、
もんね。あと5回、1、2、3、4、ありがとう。はい、アラミ。ちゃんと洗って山口。もう一個。